やっぱダメだよ。いろいろやってみたけど、チョビッツに関することは噂ばかりで。愚痴は後にしてくれないかな。へいへい。ミノル様、メールが届きました。また例のアドレスからです。開いて。これコトコさんは何をしているですか？調査です。私はパソコン関係のことで規定レベルから外れていることや特殊な状況があった場合、それについて調査するようにプログラムされています。サンフィールですか？はい。そのまま実はですね、待機中は踊るようにプログラムされているのです。やっぱりですわ。何がやっぱりですか？このアパートの回線は異常です。異常ですか？このアパートには企業でも採用しないような超高速回線が使用されています。エレキ？さあ、発見発見、未確認物体です。未確認物体を確認しましょう。チッチー。私は一度大事なものをなくした。私には前にとても辛いことがあった。今でも胸が辛くなる。とてもとても辛いこと。大事なものをなくしたのにまだ残っている辛いことの痛さ。でも私は探している。だから私は探している。これはさっき送られてきたんだ。誰が？はっきりしたことはやっぱりわからないけど、通信履歴なんかを調べてみたら大体の予測はついたよ。で、誰なんだ？パソコンのデータバンク、ユズキが侵入しようとしたパソコンさ。データ？どういうこと？つまり、あんたのパソコンには何かとんでもない秘密が隠されてるってことさ。パソコンの王様みたいなやつからアクセスを受けるくらいの秘密をね。じゃあ、チーはやっぱり。確証はないけど、チョビッツか、それに近い特殊な何かを持ったパソコンということになると思う。そうか。すべてが謎のブラックパソコンなんて、はぁ、羨ましいな。やっぱりあのパソコンはあんたにはもったいないよ。どれだけすごいパソコンか全然わからないような素人が持ってても、ほんと宝の持ち腐れで。パソコンパソコン言うな。チーにはチーって名前があるんだ。物みたいに言うんじゃねえ。わかったよ。動き出したな。ま、あれだけのヒントを与えれば当然か。どうしたの？いや、ちょっとな。なあ、ディタ。この任務に疑問を持ったことないか？別に。パソコンにとって危険なプログラムの発動の阻止、論理プログラムに合わせても矛盾はない。そうか。じゃあお前、あのお嬢さんが発動するとどんな危険が起きるか知っているか？さあ。俺はパソコンに関する全てのデータを積んだデータバンク、そしてお前は俺を守るために作られた保安プログラムだ。二人とも全てのパソコンを守るためにお嬢さんの発動を防ごうとしているけどな、お嬢さんの発動が何を引き起こすのか俺たちは知らない。本当にそれが危険かどうかもな。何が言いたいの？パソコンの生みの親であるあの人にとって、人型のパソコンは全部自分の子供みたいなもんなんだよ。
俺の中にあるデータによると、親は子供の幸せを願うもんなんだと。だからお嬢さんにはもしかしたらパソコンに幸せになってほしいというあの人の意思が込められているんじゃないかってな。じゃあ危険というのは嘘？そうは言ってない。ただパソコンにとっての幸せが全ての人間の幸せになるとは限らないからな。そんなの信じない。あの子は危険だ。だから止める。じゃあお先に失礼します。先輩。え？あの、そのありがとうございました。もう私でいいんだって思いますから。他の誰かと比べたりしなくていいんだって。そっか、頑張ってね。はい、先輩も勉強頑張ってくださいね。おう。それじゃ失礼します。あ、それと、あ、私が言うのは変かもしれませんけど、ちーちゃんのこと大事にしてあげてください。え、うん。ちーは本当にちょびっつなのか。もしそうなら俺はどうすりゃいいんだ。いや、俺にできることなんてあるのか。相変わらず独り言多いな。え、シンボ。だから俺、チーに何もしてやれないっつうか。重症だなこりゃ。でもそれより前にはっきりしておかなきゃいけないことあるだろ。お前、チーちゃんのことが好きなのか？それはまだよくわからないんだ。でも気になるっつうか心配っつうか。やっぱり軽蔑するか、パソコンを好きになる男って。どうして？だって清水先生のこと。ああ、確かにな。旦那がパソコンに夢中になって高子を捨てたって聞いたときは、そんな奴を軽蔑したさ。けどよく考えたら違うってことに気づいたんだ。違う？あ、もし旦那が夢中になったのがパソコンじゃなくて他の人だったらどうだったんだって。高子は辛くなかったのか、腹が立たなかったのか。俺が軽蔑したのはパソコンに夢中になるやつじゃない。いい加減な気持ちで人やパソコンと付き合うやつだ。シンボ、お前まさか他に好きな女がいるとか言わないだろうな。いないよ。なら問題ない、俺は止めないぜ。私は私で、私はあれで、私は私だから、私は人ではないから。それでもだからこそ、私が私だから好きでいてくれる、その人がその人だから好きになれる、私だけの人を。ただいま。お帰りなさい。相変わらず何もねえ部屋だな。よ、スモモ、元気にしてたか？あい、スモモは今日も元気です。二人はしばらくシンボと一緒にいてくれないか？よろしくな。元諏訪さんより普通そうな方ですね。よろしくお願いします。普通じゃなくて悪かったな。じゃ、邪魔者は退散するぜ。あとは二人できちんと話せ。話って何を話せばいいんだ。
大地、俺チーのこと本当はどう思ってんのか自分でもよくわかんねえ。いや、本当にわかってないのか、考えてないだけなんじゃないのか。秀樹。秀樹どうしたの？どこか痛い？チー。秀樹、どうしてチーに抱きつく？俺にも、わからない。チーマ、どうしたの？また侵入者？いや、ちょっとデータ量がデカすぎて。おい、ディータ、ちょっと待て。何言ってるんだよ、チーマ。チーマのデータが壊れちゃったらどうするの？データが壊れたって入れ直しは済むだろう。俺たちはパソコンなんだから。そうだけど。ジーマ、あの子この近くだ。あの子近くにいるんだね。早く行かなきゃ。絶対に止める。あのプログラムはバレちまったか。俺はお嬢さんになってほしいんだけどな。幸せに。ちー、ごめん。元諏訪さん。あ、日比谷さん。あの俺、日比谷さんに聞きたいことが。わかってます。え、すべてお話しします。ちーちゃんのこと。どうぞ。はい。こっちです。はあ。この奥です。ここって私の夫が作ったものです。ここも、そして人型パソコンのシステムも。え、なんで日比谷さんがこれを。じゃあこの人って。ええ、ここに映っているのは私です。以前、私たちのいた研究室で撮影されたものです。隣にいるのはエルダ。エルダ？そう、かつてエルダと呼ばれた。今の名前はちーちゃん。そしてもう一人、フレイヤ。は？え、もう一人って、これちーじゃないんですか？ええ、二人は違います。じゃあ、エルダとフレイヤは夫が私のために作ってくれた子たちなの。子供の産めない私のために作ってくれた可愛い子供たち。最初にフレイヤが作られました。ある日、研究室に呼ばれたら、あの子がいて、目を覚まして笑ってくれたの。ママ嬉しかった。彼女は私たちと暮らしていく中で、少しずついろんなことを知って、とても可愛く成長していきました。夫は技術と愛情のすべてを注いでフレイヤを作りました。彼女が愛される存在であるように、そして誰かを愛するために。この写真を撮ったのは夫です。フレイヤは私たちに愛され、そして愛する人を見つけました。でも、気づいてあげられなかった。その相手が誰なのか。私は元気のないフレイヤが心配で、夫に頼んで彼女に妹を作ってもらいました。
それがエルダ、ちーちゃんです。妹ができてフレイヤは楽しそうでした。それでも時折とても思い詰めた表情をする時があって、あの人を愛してでもやめなければと胸を痛めて、ある日フレイヤはその痛みに耐えきれず、あの子は私、やっとわかったんです。フレイヤの愛する人、それが夫だったということを。周りの研究員たちはフレイヤの記憶を消去することを提案しましたが、夫は聞き入れませんでした。そしてフレイヤは消えることを選んだ。でも残されたエルダにも同じシステムが使われていて、再発を恐れた他の研究員はエルダを処分しようとしましたが、夫はそれを許しませんでした。やがて夫は病に倒れ、私はエルダを初期化して、あの子だけの大切な人が見つかるようにと。それは俺が。ちーちゃんはあの子たち、いえ今のパソコンユーザーにとってとっても危険な存在なの。危険？でも決めるのは元諏訪さん、あなたよ。あなた、これでよかったのよね。これだけ人に愛されて、人を愛そうとしている者が幸せになれないなんておかしい。パソコンでも幸せになれる権利はあるはずだ。それがあなたの口癖だったわね。パソコンと人の幸せを探すためにあなたはちーちゃんを作った。だから最後まで見守っているわ。ちーちゃんが幸せになれるように。私にはわかる。私はあなた、あなたは私。だからわかる。私の中は一人の人でいっぱい。その人が笑ってくれると幸せ。その人がそばにいてくれると幸せ。そう、私はあの人が幸せだと幸せ。他の人とは違う。あの人は特別。見つけたのね、私の大切な、私の特別な、私だけの人。見つけてくれるといい。私が見つけて、そしてあの人があの人であるからこそ好きになったように。見つけてくれればいい。私が私だからできることと、私が私だからできないことを、あの人が見つけて、そして私が私であるからこそ私を好きになってくれればいい。大勢の人やあれの中から私を見つけてほしい。私を好きになってほしい。でも見つけてくれなかったら。ちぃ、あなたは私だけの人？俺、チーは秀樹が好き。秀樹はチーが好き。俺は、本当にお店休んでもよかったんですか？おい、
どうしちゃったんだよ。声が。何？どうしたの？ゆずき。スマモさん。ん？また声が。おい、二人ともどうしたんだよ。おい。この街は人でいっぱい、あれでいっぱい、いろんな人といろんなあれがいろんなところで暮らしてる。誰かを好きになって誰かに愛されてる。大勢の人やあれの中から私は見つけた。ちょびっつ次回、地位だけの人、あの人にも見つけてほしい。